ハランフラオカワイルナの皆さん、こんにちは。ワークショップに向けてターニングカホロで前に進んだり後ろに下がったりする方法を説明します。ターニングカホロで前に進む場合は3拍目をしっかり前に足を出して前に進めていくと、まあ、きれいに進んでいくことができます。で、後ろに下がる場合は1拍目で大きく下がっておいて、でそこでターニングをしていくと後ろに下がっていくことができます。ターニングカホロで前に進む場合は3拍目の足を前に出すことで進んでいくことができます。ではいきますね。3、はい、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3。ターニングカホロで後ろに下がる場合は一歩目を大きく後ろに出すことで後ろに下がっていくことができます。ではいきますね。3、はい、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3。ターニングカホロで、難しいのは、前に進むとき、まあ、後ろに進むときで、その注意ポイントが異なるということですね。で、後ろにターニングカホロで進むときは、まあ、思いっきり足をこう後ろ側に引いていって進めばいいわけですよね。そしたらうまくいきます。でも逆に前に進むときに、その後ろに進むときと同じように第一歩目をたくさん引いてしまったら、3歩目でいくら足を前に出しても元の位置に戻ってくるだけというような現象が起こります。ですので、前に進む時のターニングカホロの一歩は思いっきりは後ろに下げないで、まあ、程よいぐらい下げて3歩目に前に進めるようにつなげていくことが大切になります。